こちらのはございません。はい。幹事社の品野真司と申します。はい。一点ご質問させていただきたいのですね。原子力損害賠償法の改正についてなんですけれども、まあ、昨年この事故を受けて、福島の事故を受けた後にこの支援機構法ができて、そこの付則には、1年をめどに、損害賠償法の改正するという付則がついているということなんですけれども、まあ、ちょうど1年経つという中で、まあ、報道によりますと、今国会での、改正案の提出を政府が断念するという報道もありました。この点についてのご所見を一つお伺いしたいなと思います。今ご質問いただきました通り、1年経つと見直しの検討にということでありましたが、結論から申し上げます。現行の枠組みの下でですね、被害者の方々非常にご心配を等されておりますし、本当にしっかり保障していただけるかということもあります。適切な賠償の支払いを的確に着実に実施をしていくことを最優先したいということであります。まあそういうことでありますので、いろんな風評被害だとか、まだいろんなその現地におきましては陳情もいただいておるんですが、大変困惑されているということで、そういう情報の収集だとかですね、整理等を引き続いてしっかりとやっていきたいというように思っているところでございます。まあやはり1年経ったからといって即見直しということも手をつければいいかも分かりませんが、これはもう最終的には国の責任でありますから、あり方について等についてですね、しっかりと検討を加えることも大事だと思っております。ですから、まあ政府として今の段階ではちょっとその見直しに手をつけるというのはできないということで、そういうことも発信をして、それよりも現状の賠償をしっかり着実に実施をしていきたいということであります。まあ、そういうところで、この今ご指摘があったように、やっぱり原子力政策、そしてからまた電力システムの改革、エネルギーですね、こういう政策全体のやはり、現場へこの制度との密接な関係もございます。そういうところもやっぱりしっかり見直していくところも見直し、進めていくところは進めていくというようにしなければならないというように思っておりますので、今の段階ではちょっと見直しは難しいというように思っています。秋の臨時国会での提出というのはお考えの中にあるんでしょうか。ちょっと難しいと思いますね。はい、今申し上げたように、この正直言うて、支払いにですね、悪影響を及ぼしたらなりませんし、やっぱり不安を弱気しているようなこともあるもんですから、そういうようなことに なれば、これこそ被災者の皆さんが大変なことになりますから、まあ、臨時国会等でそういう話も出るかも分かりませんが、ちょっと難しいのではないかなというように思います。はい。幹事社から以上です。各社お願いします。賠償の支払いをしていくことが優先したいというご発言ですが、はい、そうしますと、ある程度その賠償のこう支払いがこう一段落するまではなかなか現場法の改正は厳しいと難しいのではないかというお考えですか。ちょっと今の段階です、1年経った今の段階ですから、ち
ちょっと不安なことが、先ほど申し上げたようなことが非常に弱しておりますし、いろんなまだそのご存じの通り、事犯がこういうことだ、ああいうことだというのは思わぬところも出てきておりますので、そういうものを整理させていただかないとですね、まあ、そこに今、時間を要しているわけなんですけれども、ですから、しっかりとした賠償をしていくということを今、基本的に、これをベースにしてですね、やらせていただきたいということです。それだん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 それがですね、いずれ先になっていけば、今おっしゃるように、見直しもしっかりやっていってですね、進めていかなければならないんですが、当面はもう何としても今の不安がっておられる、そういうことを解消するために進めたいということで、こっちに手を置いているということです。それはもういずれはしっかりと、いずれというか、ともでき、なかなか難しくも分かりません、今おっしゃるようなことになるかも分かりませんが、しっかり見直していくと、これは見直していく。で、先ほど申し上げたように、やっぱり、国の責任のあり方ということも出てくると思いますし、まあ、今は電力の方に、東電の方にどんどんあれしておりますが、まあ、そこらもですね、今後どうしていくかということにかかってくると思いますから、そこらは十分、まあ、検討、お互いに話し合いもしながら進めていきたいというように思っています。先週金曜日にですね、内閣府の宇宙戦略室が、宇宙関係予算のですね、来年度の重点化方針を示されたんですけども、まあ、内容を見ると、まあ、さほどなく選択と集中がされているのかどうかという、まあ、疑問の声もあるかと思いますが、それについては副大臣のご所見を、お伺いします。まあ、これはですね、内閣府の方からそんな話があったようですが、我々はやはり宇宙、これはもう総理も自らこのことに対して力を入れていくとおっしゃっておるわけですから、しっかりそれをベースにしてですね、文科省も考えていかなければならないというふうに思っていますが、具体的にですね、こちらと内容的に話を詰めていたわけではないので、ちょっとその点はお答えにくいところもあります。昨日も選手団、大臣の方からも顕彰あるいは表彰されたわけですし、総理からも記念と贈っていただいて、ある意味では非常に素晴らしい成績を上げていただいたので、その結果そのように表彰とあったわけですが、もうすでに、4年先のリオに向かってですね、スタートしているわけですから、やはり、また国民に対して感動を与えていただけるような、そうした体制をですね、しっかり作り上げていかなければならない。そのためにはやはり文科省としてですね、各競技団体だとか、あるいは個人の選手だとかですね、そういうことに対して今後しっかりとしたバックアップができるような体制をしっかり整えていく。ですから、まあ、マルチサポートセンターのこともですね、選手団が非常に喜んでいただきました。そして、関係者も、まあ、勝ってなかったような形でですね、進めましたし、ですから、まあ、そういうような環境を整えるということが一番大事だと思いますから、まあ、来年度25年度に向かっても、文科省としても、スポーツ関係予算をしっかり確保し、あるいは増額できるようにですね、努力をしていきたいというように思っております。ですから、まあ、いずれにしても、選手団、私はもう
その日から始まってますよというのはご挨拶と会談式でしたんですが、そういうような気持ちになってみんな選手団も頑張ってくれると思いますので、それに向かってしっかりとしたベースを作り上げていきたいというように思ってます。前回の会見でも2020年の東京オリンピックの招致の関係の話をどんどんでされたこととお話しいただいたんですけども、ロンドンオリンピック終わってみてですね、その招致活動については中間の方が出されたこと等も含めて、今回の成果とか今後の見通しについてはどう考えますか。一昨日の銀座でのパレードを拝見いたしましても、やっぱり50万人、主催者発表のようですが、あれだけの方々が、激励に、お集まりをいただけた、そしてまた喜んでもいただけた、感動も一緒に共有していただけたということを本当に嬉しく思います。ですからやはり2020年、何としてもこの東京オリンピックにですね、それぞれの条件を満たすように我々も努力をしていかなければならない。これはまあ国はしっかりバックアップしていくわけなんですが、東京都がですねリーダーシップを持ってやはり進めていく、ですから一瞬的にああした結果的に良かった、そのことだけが残ってですね、もう20年のそのオリンピック東京招致のことが薄らいでいかないようにですね、お互いに東京都を中心に努力をしていかなければならないというふうに思ってますし、私なんかはもう田舎の盆踊り帰っても盆踊りの挨拶の中に2020年東京にまたオリンピックから楽しみにしてくれ、頑張ろうって言って言ってるようなことなんですけどね、そういうふうにしてみんながその気持ちになって、進めていくのですから、まあ今 IOC がアンケートを取ってくれたら60は行くと思うんですけれどね、まあ、日本人のせっかく会議はまあまあ知能がありますから、あれ47と30足すと77になるんですけどね、そうするとマドリードと色変わらないような数字になってくるんですけれども、まあそこの点もしっかりですね、皆さんに理解をいただけるように努力、これはもう何やっても反対もありや賛成もある、いろいろあると思うんですけれども、やっぱり、日本の国力というか本当に国民が一つになって絆で結ばれて、そしてやはりスポーツを通じてもっともっと、お互いに共有しながら頑張っていける、そういう国を作るためにも、国はしっかりバックアップしていくべきだというように思います。ご存知だと思いますが、スポーツか競技スポーツ課長の杉浦君課長は38メダルということでテレビ見られた方があると思いますが、彼は予想したんですよ、38です。すごいです、あの勘は。本当に。本当に僕はびっくりして、彼にもう喜んですぐ電話したんですけどね、38取った時には。ちょうど大会、オリンピックの始まる1週間前に、テレビのあれでちょっと、予想はいくつですか、やっぱ38ですって言って本人えらい胸張って言って、本当に取れるのかいなと思ってたら本当にちょうど38だな。彼はすごい感をしてますわ。お会計書残暑厳しいですから、どうぞ一つご自愛ください。ありがとうございました。